イサベル・マルティネス・デ・ペロンは、アルゼンチンの政治家、大統領。本名、マリア・エステラ・マルティネス・カルタス・デ・ペロン。フアン・ペロンの3番目の夫人。世界初の女性大統領として世界から注目を浴び、国民からは、エヴァ・ペロンの再来として期待されたが、政治家としての力量はなく、治安、経済ともに悪化させ遂には解任された。 ラリオ派州で6人兄弟の末っ子として生まれ、父親を早くに亡くし苦しい生活を送りながら、母親に育てられた。18歳で職業ダンサーとなり、各地で巡業し、パナマでナイトクラブで働いていた時に亡命していたペロンと知り合う。ダンサーを辞め愛人になり、世界各地を転々とし、1961年にマドリードで結婚。スペインで暮らしていたが、 夫のメッセンジャーとして、アルゼンチン国内のペロン島に接触し頻繁に両国を往復している。そして、ペロン派の復権により、夫婦でアルゼンチンに向かった。1973年5月にかねてから、亡命中のペロンが連携を図っていた中華、人民共和国や北朝鮮などアルゼンチンと同じ代 三世界とされる国々の歴法で、周恩来や近日政と会見してイサベルは外交実績を積み、同年10月には大統領選挙に当選したペロンは副大統領にイサベルを指名するが、帰国1年で死去したため、イサベルは世界初の女性大統領として就任した。最初はエビータを意識して同じ格好をしていたがすぐに止め、 社会福祉大臣のホセロベスレガを頼りにするようになる。イサベル政権は2年続くが、すでにペロン島自体が分裂状態にあり、オイルショックによって300%を超えるインフレーションに見舞われ、経済危機に立たされる。左翼テロと政治的混乱によって統治能力を失ったイサベル政権に対して軍部はまず、 レガを辞任させ1976年3月24日には、ホルヘラ・ファエル・ビデラ将軍が、アルゼンチンクーデターを起こして、権力を奪った。逮捕されたイサベルは横領罪で5年間収監された。釈放されると、スペインに帰国してひっそりと余生を過ごしていた。しかし、アルゼンチン連邦当局は、クーデターの1月前に活動家、エクトル・ファガッティの身柄を拘束して、 その失踪に関与した容疑で2007年1月11日にイサベルに対する国際逮捕状を発行した。これを受けてスペイン警察当局によって翌日マドリード西部の自宅で逮捕された。彼女は腰の骨折で入院していた。取り調べ後、高齢のため15日おきに出頭することを条件に保釈された。その後、 アルゼンチンへの引き渡しの可否をめぐる審議が行われ、裁判所は2008年4月に引き渡し拒否を決定した。ありがとうございます。